どうもコブラです。今回はダンジョンボスであるザ・ワーデの倒し方について解説していきたいと思います。ザ・ワーデのモッドであるソング・オブ・ソーズについて紹介いたします。ザ・ワーデの攻撃は鐘を鳴らして雑魚敵や強い敵も召喚してきますので、鐘を破壊して雑魚敵の召喚を止めてからザ・ワーデにダメージを与えた方がいいと思います。ザ・ワーデンの弱点がないです。ザ・ワーデンを倒しやすい武器としてはシカゴタイプライター、アサルトライフルなど、モッドについてホットショットをつけて継続ダメージを与えるか、もしくはハンターズマークで自動マーキングをして雑魚敵の位置の把握をした方がいいと思います。ザ・ワーデンのモッドであるソング・オブ・ソーズはプレイヤーと共に移動する25メートルのオーラを放ちます。オーラ内にいるすべての味方のダメージを増加させます。このソング・オブ・ソーズは味方や召喚モッドまで適用されるのでかなり強いモッドだと思います。今回はダンジョンボスであるザ・ワーデンの倒し方についての解説でした。ザ・ワーデンのモッドであるソング・オブ・ソーズのダメージバフはかなり使えるためおすすめです。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。